今日はこのエッチ録、まあスワリストにとってはどちらかというとフラット6とか、まあ、ああいう F6 の方がなんとなく馴染みがあるんですが、ボクサーという名前に、水平対抗エンジンを統一するというような意味合いもあって、ホライゾンタルオポジットのエッジですね、そのエッジで6、これがまあ米国ではこういう、まあ、言い方の方が馴染みがいいのか分かりませんけれども、まあ、それに、変わってきて、スバルはずっとロキトのことをエッジ6と呼んでおります。アルミのボンネットですから軽い、この、特徴的な WR 化をこう思わせる、フロントグリル、いいですよね。すっきりと澄んだ瞳、ロキトエンジンの特徴は、外観としてはこのちょっと光り方が違うホイールですとか、このステップに入れた、メッキのアクセサリーですね、この加色、こういったところで4気筒エンジンと比較して差をつけています。このサテンホワイトパールについては、色が最初は、ソリッドの白だったんですね、昔は。それが、途中から、まあ、もともとロキトはずっとこれなんですけれども、サテンホワイトパールになった、サテンホワイトからサテンホワイトパールになった、ちょっと白い、パールホワイトですね。そういう外観、あとは大きさなんかは同じなんですけれども、中はどんな風かと言いますと、この内装は非常にアイボリーの おしゃれな内装になってます。そして、ずっとこう見回していきますと、ブラックフェイスメーター、それから当時はスポーツシフトって言ってました。これはまあ5速、オートマチックです。そしてマッキントッシュのオーディオを装備しています。音がですねちょっとおかしいということで、一つ気がついたことがありまして、この撮っているカメラはキヤノンの GX7X なんですけれども、頭頂部に、ステレオマイクが仕込まれているんですけれども、どうもそれがこのっていうのを聞くと、この大きな音を聞くとですね、一瞬、自分で大きな音だって判断して、これをベースに、全体の集音を決めていくみたいです。ですからもう一回ここで大丈夫かいって声をかけてあげると、多分元に戻ったかと思うんですけども、昨日の、昨日ですね、この動画で昨日っていうと変な話なんですけども、昨日実は、WRX のスペック C を撮影しました。その時途中から音がくぐもってしまったんですけども、あの場合にはこのドアを閉めた時の衝撃の音と、あまりにもスパルタンでエンジンから足回りからのサウンドが、まあ、全部入ってきますので、どうもそのせいで、音がうまくいかなかった、取れなかったんじゃないかと思ってます。そんなカメラの癖を今日見つけましたので、あんな不始末がないようにしたいんですが、この車それに比べると非常に静かです。シルキーな静かさを持ってますので、途中でですね、ああいう音が入らないということが起きないんではないかと、起きたらごめんなさい、そういうことで、乗ってみたいと思います。まあ、このマッキントッシュの仕様は、まあ、今、実はその MD なんてもう今使わないし、 CD もメカニカルなトラブルがそろそろ起き始めてるんで、まあ壊れちゃうと結構面倒なんですけども、やっぱりスピーカーをですね、しっかり入れてます。例えば、
この部分ですね、ツイーターがあるし、ここにもあるんですよ、これ。で、ここにもマイクが入ってて、結構音はやっぱり上質感がありますよね。そんなことです。じゃあ早速走らせてみたいと思います。この感覚がもう、この感覚がね、違いますよね。この濡れたようなサウンドたまらないですよね。B4 の6気筒 30R です。これはスペック B ではありません。走らせてみたいと思います。これが、水平対向6気筒エンジンの魅力ですよね。車は、1.8 リットルぐらいのエンジンを搭載する、そんなぐらいの車だと思うんですね、大きさとしましては。で、これは2リットルが基準になってて、それに 2.5 リットルの搭載車もあったんですけども、まあ、日本でよく売れたのは GT と 20R、I がよく出てますよね。で、 20R の出来がすごくいいんですけれども、廃屋を炊くということで、あまり評価されず売れなかったんですが、この 30R も同じように、やっぱり廃屋を炊くわけです。で、この手の車でガソリン代が1リットルあたり10円違うぐらいのことでなるのかなっていう気がするんですけれども、やっぱりそういうところが、まあ、ブレーキには大きく影響をやっぱり出しますよね。したがって、当時の販売台数は、まあ、おそらくメーカーが期待したことではなかったのではないかなと。でもやっぱりもうこういう車作れませんので、海外でもものすごく引きがあるようで、実はこの特徴あるグリル持ってる車、何が、海外の人に刺さったのかよく分かりませんけれども、まあひどく、実は、奪い合いになりまして、もう負けるものかとこれ持っていくのは許さんぞというようなつもりで、ラガスバルに、連れ帰ってきた、大事なトラノプの実は、1台です。初めて見た時からこのアイブリーの内装とサテンホワイトのこの外観の、まあ、マッチングがすごく良くて、きっと手入れたらいい車になるだろうなと思って、大事に大事にしてきたんですけど、まあ、思った通りでした。この前あの BRZ の記事を書いた時にちらっと触れた車です。80キロほどEテストをして、まあ、非常に満足いく仕上がりになりましたので、せっかくだからちょっと綺麗にしてよと、動く姿を紹介したいのでということで準備してもらいまして、この晴天の非常に車にとってですねご機嫌な日に、持ち味をですねちょっと引っ張り出してやろうと思います。まあ、ぐーっと加速していって、結局ストレスがないんですよね。軽くこう踏み込むだけで100回みんなそこを回ってきますけど、軽くここで前を見ていくと分かるんですけども、ここで変速しなくってそのまますーって3速のまま、このリニアな加速感、このやっぱりリニアな加速感がマルチシリンダーの魅力です。で、この後このエンジンは 3.6 リットルになっていくんですけども、まあ、3.6 リットルになるとどうしても相対的にピストン速度が遅くなるので、このシュンって回る雰囲気はまあなくなっていきます。ですけども 3.6 リットルにはまた 3.6 リットルの持ち味があるので、否定するわけではないんですけれども、この B4 のこの大きさで、この3リットルのバリオカムの入ったエンジンっていうのは、まあ、ある意味この珠玉のベストマッチみたいな、そんな雰囲気がします。